おお、ちゃんとスマホにもポケモンを送りましたっていう画像が出ております。ボーナス100。お不思議な箱を使えるようになった。おお、おと不思議な箱を使えるようになった。ま、道具バッグから開けて幻のポケモンメルタンを見つけよう。おマジか、メルタンだって、やばいね。たた不思議な箱、これかな。不思議な箱を使えるようになった。道具バッグから開けて幻のポケモン、開ける。カタ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 、なんだなんだ。あ、いたメルタンがいる、あ、ちっちゃいのいる。うわ、メルタンこんなに近くにいる。うわ、マジか。こんな近くにいる。うわ、マジか。すげえ。いや、野生のメルタン。よっしゃー。よっしゃ、メルタンを捕まえた。よいしょ。あー、跳ね返されちゃった。もう10個しかないんだけど。ズイダメとかアイテム少なすぎーっていう。じゃあハイパーボール捕まえよう。泣けなしのハイパーボール、どうだ。やったー、メルタンを捕まえたー。やったー。すごい、メルタンだー。やったー、進化でき、どうやって進化するの。じゃあとりあえずゴーパーク行こうか。ゴーパーク1で参りましょう。ぐるぐる。どれ。おー、いねえぞ。おーい。いねえじゃねえかよ。どこにいんだよ、おいと。お前、変なところに固まりよって、お前ら。あ、そうやって捕まえるってことはできるの。へえ、いない、いる。へえ、そうなんだ。ここで連れてきて捕まえることができるわけね。へえ、再度ここで捕まえることができると。そういうこと。これじゃあルビコさんのポケモン図鑑タイムになりますね。多分次の動画に行ってるんだと思うかな。まあいいや、そのまま行っちゃいましょうね。ポケモン図鑑タイムになりそうだな。よっしゃ、まあ逃げることはないからね。そうだね、これ見切れてるんだよ、アローラなし。うえ、見てこれ、ほらアローラなし。うえ、でっけー、アローラなし、でっけー。こうなっちゃうね。アズマをめっちゃスイスイ、かわいいな。じゃあこの、ほら、あ、かわいいな、ビリリ玉。なるほどね、わかったぜ。じゃあ捕まえに行きましょうかな。誰から捕まえるかな。お前だケイシー。いや、いっか、カモネギでもいいかな。あ、ドガースでもいいかな。まあ、なんでもいいんだけどね。じゃあドガース捕まえようぜ。よし、ドガース捕まえようぜ。ゴーパークのポケモンを捕まえると、ポケモンの情報がポケモン GO にいた時と変わりますが、よろしいですか。別にいいよ、あの図鑑が集まれば。いくぞ。ゴーパークのドガースだ。おお、曲がポケモン GO だね。じゃあ行きましょう。ほい、エクセレン。やったぜ、やったー、ドガスを捕まえたー、やったぜー。おー、いいね、経験値をあれすることでいいね。さあ、ドガースの図鑑ですね。
ドガース毒ガスポケモン。暑いところでは体の中のガスが膨らんで破裂する危険もあるので注意だ。開業の仕方。ドガースをバックのポケモンに。やったぜ、ドガースゲットだぜ。おお、じゃあ次は誰にしようかな。あの生息地不明って出たお前だ。生息地不明って出たお前だ。うおー、びっくりした。なんか追いかけっこしてる。びっくりした。お前、ま、待て。うわ、なんか競争してる。お前ら動くの早いな。お前だ捕まる。生息地不明って出たからな。ザーッ、おい、ハイパーボールはゴロゴロだるからな。やったぜ、やった、ブトブトを使えた、やったぜ、いいね。さあ図鑑を読みましょう。ベトベター、ヘドラポケモン。ヘドラが固まって生まれた。臭くて触ることができないし、通った後には草も生えない。草が生えないんだな、かわいそう。よし、ベトベターゲットだぜ。さあケイシー、お前だ、お前も捕まるぞ。ケイシーって捕まえたっけ、まず。捕まえてないよね、確か。ケイシー捕まえてないよね。うざー、かまる、動いてんな。ほい、 あんまりいいところに当たんなかった。どうだ、やったぜ。なホイホイ捕まえられるな、これホイホイ捕まえるね、いいね。さあケイシーの図鑑を読みましょう。ケイシー念力ポケモン。1日に18時間眠る。危険が迫ると寝たままでもテレポートして逃げる。器用だね。器用だな、楽しい。よし、次はどうする、ポリータちゃんにしますか。ポリータちゃんにしようぜ。あのすいません、あのね、私の iPod が勝手にね反応したんで、反応しやがったんですよ。よいしょ、あ、横に移動しちゃったね。 OK OK、 いいね。じゃあポケモン GO で大量にポケモンを捕まえてこっちに連れてくればいいんだね。まあ、ポッポでもいいし、ニオウマポケモン、ものすごいジャンプの後の着地の衝撃はひづめと足の筋肉で和らげる。あ、やばった、しまったポニータ読むの忘れた、後で読むわ。お、アーボックだ、アーボック捕まえよ、アーボック捕まえよ、アバク捕まえる。女の子だ、しかも女の子だ。よし、つえかわいい。よいしょ、違うとこ行ってた。これ使わなかったらおかしいもんな。やった、あ、僕を捕まえた。今度はちゃんと読むからね。よっしゃー、おお、レベルアップ、やったぜ。さあ読むぞ、ポケモン図鑑。アーボック、コブラポケモン。恐ろしげなお腹の模様は研究の結果6種類ほどパターンが確認されている。見たいんですけど、それ6種類、見たいんですけど、それストライクもカイロソイルで、おう、トスキン、トスキン捕まえましょうか。男の子だ、ゴパクのトスキン。
おっとっとっと、ほい、グレイ、これで捕まなかったんだろうな。やった、トスゲートを捕まえたぜ、イエーイ。30匹も一気に捕まえちゃったからな。土佐金と金魚ポケモン、卵を産む時期になると川や滝を登ってくる土佐金との集団の、間違えた、集団の姿が見られる。ごめんね。ごめんねまで言うの？間違えてごめんねなの？土佐金とバッグのポケットに好きなの。間違えてごめんねなの、ルコだ。おう、ビリー玉ボボンボーボボンボーボン、捕まえましょう。ボボンボー、捕まえ、おお、飛ぶんかい、お前飛ぶん、飛ぶんかい、うわー、マジかー、おとなしくしろ、エクセレン。イエーイ、やった、ビリリ玉を捕まえた、やったぜ。さあ図鑑を読みましょう。楽しいな、図鑑読むと楽しいな。ビリリ玉、ボールポケモン。モンスターボールに似ているのは保護色のためだと言われているが、意外と簡単に自爆する。すげえディスってんな、 図鑑。意外と簡単に自爆する、もう自爆マンだもん、仕方ないよ、自爆マンだもん。たま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 、おお、たまたま、こっち側のたまたま見れるね。たまたま、ティアマティアマを捕まえるよ。かわいい、大きい、へえ、大きいやつだったんだ、大きいやつ捕まえてたんだし。じゃあ、おい、エクセレン、ゆいっ、あー、カチってなれよ、いや、カチってなれよ、カチってなれよ、カチって、カチってなれよ、カチってなれよ。なんでや、なんでや、普通そこはちゃんと捕まるべきだろ、あれ、ちゃんと、ちゃんと、ちゃんと捕まるべきだろ。エクセレンス、オッケー。なんでや、なんでや、腹立つわ、腹立つわ、お前腹立つわ、やるわこれ、腹立つわ。ほい、エクセレン、オッケー。ダンダンダン、テクテクテテテ、違った、よし、テクテテ、よっしゃー、捕まえた音もポケモン GO なんだよな。たまたま、卵ポケモン、玉の一つ一つがお互いに引き合って回転している、6つでないと安定しないのだ。ほう、じゃあ目の前、じゃあそこの、そこにいるアローラダッシー使えて、ちょっと休憩しようかな。アローラダッシー、アローラダッシーすごいな、アローラダッシー。いや、ラプラス捕まえてたらラプラスゼットしてたのにな。まあいっか、まあいいや、とりあえずこの、この見切れているアロラシー捕まえたいと思います。うわー、見切れてる、全然見切れてる、ひどい。じゃ、見切れてるアロラシーをでけえ、うわー、でけえ。あ、ちゃんと枠内に収めてくれるんだね、ありがたいですね。うわー、でけえ、よいしょ。うわー、マジか、飛んでっちゃう。なんだこいつ、
やろ。あー、嘘だろ。お前逃げんなやマジで。くそー、逃げやがって。許さんぞおら。逃がさん、うるさんぞこの野郎。そー、ローラなし難しい。ボールが足りない。しょうがない、ローラなしの代わりにミニリュウでも捕まえとくかな。いや、ここにいる、ここにいる同族のブイちゃんでも、同族のブイちゃんでも色濃くない？うちのブイちゃんより色濃くない？あ、色薄くなった。よいしょ、じゃあ行きましょう。はい、あれ、うーん、いくぞ。ういっ、ウェイ、オッケーオッケー、オッケー、やった、イーブイを使えた。まあ、イーブイは使われたのでね、図鑑言いたいだけなんだけどな。ブイ進化ポケ。そういえばイーブイを手持ちに入れてから図鑑を一度も読んだことがない。じゃあ外に出て、そうだな、レポート書く、レポート書き、受付に戻り、ここまで来といて、イーブイの図鑑を一度も読んだことがないという大変なことをしているよ私。じゃあ今回は、今回じゃない、もう初めてイーブイの図鑑を読みます。はい、では読みましょう。イーブイ、イーブイ進化ポケモン。さまざまな姿に進化するイーブイの遺伝子は進化の秘密を解き明かす鍵だ。なるほどね、ありがとうございます。いやー、いっぱい捕まえたな、いっぱい捕まえたな。ということで、いっぱい捕まえたということで、図鑑は何匹なったかな。52匹なったから、よし、ゲートのところに行ってこよう。瞬間移動。助手さん捕まえてきたよ、52匹以上。なんだ、すんばらしいやつって。はい、なるほど、捕まえたポケモン52種類ですね。おめでとう。それでは例のすんばらしい道具を。ん？って、あれ？ない、まさかなくした？ あの、すいません、投資をあげられるものがないぞ。そうだ、そいそい、姿が変わったぞ。こちらをどうぞ。ルミコは助手から助手セットをもらった。助手セットをお着替えトランクにしまった。僕の白衣はキュートポケモンよりアレンジしてみたよ。僕の大切な白衣、大切に着てね。お前が着こなして、お前イケメンなんだな、助手。おい、マジか。じゃあちょっと助手セット着てみよう。着てみようってな。着てみるか。帽子、助手セット、助手ハット、おお。や、服、助手 T シャツ。本当に真っ白だね。ルミコさんは？帽子、助手、上着。助手、おお、ズボン、もう本当に真っ白だね。なんか探検家って感じ。助手、真っ白だな。バッグも助手。あ、バッグは白じゃないんだ。あー、バッグかわいいね、助手。へえ、真っ白だな。真っ白やな。はあ、なるへそ。まあ私はね、やっぱりエーフィーの服がいいなと私は思うので、エーフィーに戻しますね。エーフィーの、エーフィーかわいいかな。エーフィーと助手のカバン似合ってるよね。すごい似合ってない？すごい似合う。
なんか様になってる感じがする。まあそれはいいとして、エフィーに変えときよう。どうだろう、マロンちゃんは。マロンちゃんは、マロン、マロちゃんは、船乗り。船乗りに変えていこう。船乗りキャップ。ね、こうやって戻したからね。いや、まあ、ポケモンもいっぱい捕まえたということで。ゴーパークもたくさん遊んだということで、お次は関地区ジムへの挑戦ですかね。ちょっとレベルとか、レベルがちょっとあの道順とかさ、道中さサボったからさ、道中サボったからレベル差がどうだかあれだけど、まあジム戦に挑戦したいと思います。ではこの辺でさらばじゃ、イエーイ、ポポタサソラ、イエーイ。